テンドースイッチスポーツにバスケットボールが追加。ドリブル、パス、シュートなど、ジョイコンを使った体感操作で2対2の試合が楽しめます。またスリーポイントシュートで制限時間内にできるだけ多くの得点を狙ったり、4人で同時に投げて競い合うモードも。さらにローカルプレイはもちろん、オンラインでは世界中の人とチームを組んで最大4人で2対2をプレイできます。バスケットボールはこの夏無料アップデートで配信。